お元気ですか？僕趣味です。今日は白老牛カレーの試食動画です。北海道白老町特産、北海道を代表するブランド黒毛和牛でございます。それでは早速ね、食べていきたいと思います。はい、早速食べていきたいと思います。ちょっと色がね、こういう風にね、わかりますでしょうか。ちょっとね、ちょっと赤みをね、なんか感じがし、赤茶色系のね、カレーでございます。多分これがね、大麦牛のね、ね、塊だと思いますけどね。で、早速ね、いただきたいと思います。こうやって、ではね、いただきたいと思います。辛さはそれほどなく、後からね、来ますけどね、少し来ますけど、で若干ね、甘みもあります。そんな感じでしょうかね。でもっと食べてみたいと思います。今度はね、この大麦牛のね、これ乗っけて食べていきたいと思います。ちょっと落ちましたけどね。ではいただきたいと思います。肉もね、程よくね、柔らかくてね、これ多分ね、入れ歯の方でもね、食べられるようにね、柔らかく煮込んでおりますね。私自身もね、大麦牛っていうのね、一回食べたことはあるけど、あんまりね、記憶にね、ないのでね、一体どんな味かっていうのをね、ちょっとね、詳しくはね、わからないんですけどね、またね、いつかはね、大麦牛をね、食べる動画もね、ちょっとね、検討したいと思いますけどね、そんなね、感じでございます。で、辛さはね、先ほど言った通り、後からね、若干、あって、その後にね、途中で消えるよ、そんな感じでございます。とろみもね、程よくあってね、最高でございます。もしよかったらですね、ごめんなさい、もしよかったらですね、こちらの白老牛カレーもね、購入して食べてみてはいかがでしょうか。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。